皆さんこんにちは本日はハローチームエキスポ2025ミーティングをご視聴いただき誠にありがとうございます本日司会を務めます大日本印刷の菊池と申しますどうぞよろしくお願いいたします本日開催のハローチームエキスポ2025ミーティングはチームエキスポ2025パートナーである DNP が公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 大阪商工会議所とともに競争パートナーチャレンジにおける交流や競争ベストプラクティスの創出を促進する目的で開催する定期イベントです第10回目となる今回は一般社団法人関西イノベーションセンター様株式会社ヤドーマルプロジェクト様を協力に迎え競争チャレンジ競争パートナーを交えて未来社会のまちづくりをテーマにお届けします今回は 大阪商工会議所による講演のほか2部構成でパネルディスカッションを行います競争パートナーだけではなく競争チャレンジを登録している団体にもご参加いただき第1部ではテクノロジー第2部ではコミュニケーションをキーワードに各テーマに沿ったディスカッションを行いますそれでは第10回ハローチーム e x スポ2 0 2 5ミーティングを開催いたしますはじめに 大日本印刷株式会社草壁より主催を代表してご挨拶させていただきます。草壁さんよろしくお願いします。はい、DNP の草壁です。本日はご参加ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。開式にあたりまして一言ご挨拶をいたします。ハローチームエキスポ二ゼロ二五ミーティングは博覧会協会さんそれからですね。 大阪商工会議所様と共催で実施をしているイベントでございます今回で10回を迎えますで、今回はですねミューイック関西様それからヤドー,ープロジェクト様に多大なるまご協力をいただきまして開催ができておりますこの場を借りまして熱く御礼を申し上げます DNP もチームエキスポ2 0 2 5の競争パートナーであり、登録をしまして約1年半経過をいたしました。これまで多くのパートナー、それからチャレンジの皆さんと対話をしてまいりました。ここからはですね、具体的な議論、それから具体的な活動、こういったものをどんどんとですね、生み出していきたいというふうに考えております。 大阪関西万博も開催900日前を切りまして、いよいよですね、未来に向かってですね、未来社会の実験場、これを目指す万博ですね、これに対してですね、我々としても積極的な活動というものを進めていきたいというふうに考えております。私たちはこういった活動を通じて、競争、それから連携、こういったものをですね、多様な企業、団体の皆様と進めながら、 社会の課題解決、それからそういったものがですね、万博後に社会に実装できるようにですね、心がけていきたいなと思っております。まそういった活動をですね、通じてえっ、ー、とより良い未来、それからより良いですね、社会の実現に向けて活動をより一層ですね、加速していきたいというふうに考えております。以上私の挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。 ありがとうございました続きまして大阪関西万博を後期とした大阪都心全体の価値向上に向けて大阪商工会議所玉川さんよりお話しいただきます玉川さんお願いいたします大阪商工会議所の玉川と申しますどうぞよろしくお願いいたします ちょうどですね、あの,今日のテーマがまちづくりということですので、私からは大阪・関西万博を後期とした大阪都心全体の価値向上についてということで、お話をさせていただきたいというふうに思います。あのまず最初に、ですね、大阪・関西万博に関するインフラ整備計画、こちらをご紹介させていただきます。こちらは政府が2021年の8月に、万博の準備のために、こんなインフラを作っていこうということで決定したものでございます。 これは地元の自治体、それから経済団体、それから博覧会協会さんが一体となって要望した結果、これが政府に認められて、今後、こうしたインフラ整備計画が進んでいくということになります。いくつかですねご紹介させていただきますと、会場周辺のインフラ整備ということで、大阪メトロさんの中央線、沿線であったりだとか、また会場へのアクセス向上ということで、関西空港の機能強化。 安全性の向上ということで大阪駅前地下の防災減災対策またにぎわい魅力の向上ということで埋めきた2期開発や淀川の周運機能強化天保山クルーズ客船の機能強化とも盛り込まれていますこれはその船を使ってですね万博解除まで行こうということも含めた上での計画となっています またですね最後の広域的なあ交通インフラの整備というところでは新名神高速道路整備であったりなに水線整備であったり少し先のことも見据えたような計画も盛り込まれているというのが政府が2021年8月に決定いたしましたインフラ整備計画でございます。でこの整備されるです、ね、インフラを活かして 万博の来訪をされる方々にです、ね、大阪の街の魅力を楽しんでもらう、そういったソフトの仕掛けも非常に重要だろうというふうに私どもでは考えております。で、あの実際ですね、その大阪の街の魅力を楽しんでもらうというソフト面の、えー、になっていくというのはエリアマネジメントをされている活動の方々がいらっしゃいます。エエリリアアマネジメントというのはです、ね、あのは特定のエリア において、えー、民間の方々が主体となってまちづくりや地域経営を積極的に行うこれがエリアマネジメントと言われているものです実際ですね大阪ではすでに多くの団体があ活動されているというところでございますあのー、皆さん知らないかもしれないんですけど大阪は非常にこのエリアマネジメント活動の先進地域であってまたこの公共空間をうまく使って 都市の魅力を感じていただくということにおいても非常に全国からも注目されている地域となっています大阪府さん大阪市さんもですね非常に積極的に投資をしていただいててそれに応じて民間のエリアマネジメント活動の方々も活動されているというま好循環が回っている地域と言われています こちらご覧いただきますと、その経緯ということで、左側にはです、ね、主に行政さんたちの取り組みが書かれておりまして、このグランフランド大阪が都市再生整備法人に指定されたり、また大阪エリアマネジメント活性化会議が設置されたり、それから民間の団体が都市再生法人、準備団体に認定されたりというようなことが進んできました。 で下に少し地図を入れておりますけれども、この主に一番上の緑一は梅田の地区です、そしてその次の紫色のあたりが中之島の地区、それから青い地域が千葉地区、それからその少し右側に行きました赤い地域が大阪ビジネスパーク、OBP ですね、の地域です、それから縦に緑でちょっと細長く流れてますのが御堂筋。 そして、一番下のオレンジ色の部分が南というところでございまして、こういった各エリアで,です、ね、実際に活動されているエリアマネジメント団体さんがいらっしゃいます。2017年,10 2017年の1月には、こうしたエリアマネジメント団体さんと大阪市さんがです、ね、大阪エリアマネジメント活性化会議というものを作られました。 そして2020年の4月にそのエリアマネジメントを進めていくためのガイドラインというのも作られましてそれぞれどんな取り組みをされているのかということであったりだとかまた大阪市さんの支援制度というものをまとめて示されているとそういったことになっております。 でこういったあの実際の取り組みがあるというところを踏まえてです、ねえー、ここからあ2023年、来年から20 2025年度までにどのようにふうな街が変わっていくのかというのを少しご紹介したいというふうに思います。ちょうど2023年度にはです、ね、梅北の駅が開業します。 また、難波の駅前広場というのも完成いたします。この難波駅前広場というのは今、今あの何回の難波駅のちょうど前のところでタクシー乗り場があったところです。けれども、今もうすでに工事が始まっておりまして、そちらはもうタクシー乗り場入れなくなっています。これが来年の秋にはですね。この写真に少し出ておりますようなあの、みんながゆったり暮らせる過ごせるような広場になるということが予定されています。 2024年度には中之島に未来医療未来医療拠点がオープンするとともに梅北2期の先行開業というものも控えています。あのここの写真も出ておりますが梅田の真ん中にこの大きな森ができるということで非常に楽しみだなというふうに思っています。 2025年度、万博の開幕する年でございますけれども、その年には、森の宮の方に大阪公立大学さんのキャンパスも開設され、また溝筋も、ですね長堀よりも南側は、側道がすべて歩道化されるということになります。今もです、ね、で南側はかなり歩道化が進んでおりますが、長堀よりも南側はすべて歩道化されるということで、そちらを利用して、新たな都市空間として活用が進んでいくということが期待されています。 でこうした中です、ね、大阪の都心でエリアマネジメント活動を推進されているような企業や団体さん、それから関西経済産団体が連携いたしまして、2021年の4月に大阪都心まちづくり活動勉強会というものを設置いたしました。 でそこでですね議論をいたしましてちょうど22年の11月18日でございますけれども今日ご説明させていただきます大阪都心全体の価値向上に向けてというようなものを取りまとめて発表したというところです。こののの大阪都心のまちづくり活動勉強会のメンバー このシートに表記しておりますけれども座長には大阪公立大学の橋爪先生を迎えまして参加企業さんといたしましてはこちらに書いております従事者団体となっております関西経済産団体が名を連ねるとともに事務局といたしまして大阪ま松づくり協議会さんにお願いして議論を進めてまいりました この取りまとめたものの目指すべき方向性というところでございますけれども一番やはり目指してまいりたいということをメンバーの中で思っておりましたのは国際競争力のののあるとととしての大阪の持続的な発展ということですやはり大阪全体の経済のパイを拡大して資産価値を高めるとともに国内外からの投資 の誘発、それから新たなスタートアップさんの創出、それから国内外の企業進出などを呼び込んでいく、それがやはり国際力、国際競争力のある県域としての大阪になるのではないかというふうに思います。そういったことを持続的に続けていくということが非常に重要だというふうに考えています。 そのためにはですね、企業の成長を促すようなイノベーション環境を育んでいくことも必要ですしまた先ほどご紹介したいろんなエリアですね梅田であったり難波であったり中之島であったりそういったエリアの個性を生かしてその魅力をつないでいくということも重要になります。 また、この触れる、触れ合う、気づく、来会者の満足感を高めると書いていますが、やはり大阪ならではのこの人との触れ合いというのも楽しんでもらえると、そこからの満足感というのも高めていただきたいというふうに思います。で、また一番の基礎となります、安全安心の向上、これも忘れてはいけない、非常に重要な点だと考えております。こうしたことからです、ね、場が人を育て、人が場を作る循環づくり、パークな大阪の推進が必要という目標を置きました。 この場が人を育て人が場を作るというところですけれども大阪はですね古くからこうした歴史が根付いてきた町というふうに考えております。天下ののと言われた時代からですね、あのものが、 集まってきてまた各地に行くというだけじゃなくて人もですね、いろんな人が大阪に集まってきてそこで切磋琢磨して競争することによって新しいこう地と地のぶつかり合いがあってそこでイノベーションが生まれていたというのが大阪の古くからの歴史であり伝統ではないかというふうに思ってますそうしたことを活かすような形でこのパークな大阪というのを推進していきたいというふうに考えているというのはこの取りまとめでございます パークの大阪とは何なのかというのをこのシートで少しご紹介させていただきます。 パークというのはもうそのまま公園ということですけれども、公園という意味以外にです、ね、それぞれ意味をもさせています。公園自体もいろんな方々がやってきて、例えば子ども連れのお母さん、それから少し休みに来たご年配の方、いろんな方々が集まって、そこでの会話や出会いを通じて新たなものが生まれていく場だと思うんですけれども、それにです、ね、少し別の意味も持たせているというところです。 パークの P はパブリック、プライベートというところで地域をつなぎコミュニティを育むというような意味です。それからエリア、A はです、ね、エリア、アクティビティというところでしてそこについては、えー、さまざまな活動が生み出されるというようなことを考えています。それからリレーション、リ,リソース。 これはさまざまな関係性が生み出される都心というところで、最後の K、ナレッジ、カインドネスというところでは、誰もが安心して訪れ、安全に滞在することができる、このような意味を持たせたパークな大阪の推進というのをやっていきたいというところです。そのイメージがこのシートにございます。 見ていただいているだけでも少し楽しそうだなと思ってもらえるんじゃないかと思うんですけれども、えー、まずこのウォーカブなる町というところでは、例えば梅田ではですね、ウォーカブル梅田という,ような構想がなされておりまして、梅田で活動しておられるエリアマネジメント団体、それから企業の方々は、歩いて楽しめる梅田というものを目指した町づくりを進めておられます。また次の都会の中に広場がある町、これは先ほどご紹介した難波。 あったりだとかあと中之島もですね中之島の中央公架堂の前のあたりが非常に綺麗な広場に整備されて参っております。また天塩もですね芝が引かれたことで非常に多くの方が楽しめる空間になりました。 2つ目の,その働く、住む、訪れるが融合した街というところですけれども、この2021年社会実験と書かれておりますのは、高麗橋のパークストリートというようなところで、こちらは2022年度も実験をしたしました。実際の道路空間を少し食い、えー、せき止めてです、ね、そこでいろんな新しい取り組みをしようということです。 今年の社会実験では道路のとこをせき止めてそこで街角ピンポンということで卓球をしてみたりだとかあとヤギさんがやってくるというようなことですねヤギがやってきてその地元この辺りも意外とその最近、都心基準ですねあの若い方々が住まれておりますのでそういった方々にヤギとの触れ合いを楽しんでもらうそのようなこともしておりましたまたですね次の世界最新のモデルとなる人中心のストリートというところですけれども ここは御堂筋,、ね、筋100周年となる2037年には全面歩道化を目指すということがあの発表されておりますのでそれに向けた取り組みというのも非常に楽しみなところですそれから大阪を一望できる町ということで安倍のハルカスの写真を入れております またですね、エンタメとステイの街ということで、これはあの私ども大阪商工会室の南海電鉄さんが中心となって、2022年の4月にビジョンをまとめたんですけれども、道頓堀や難波駅前を祝祭空間と見立てて、そこでいろんなイベントをしていくというようなこともお考えているところです。 また最後に水と水の都大阪を体感できる町というところで中之島であったりだとか東横堀川であったりだとかこの辺は船をで通って楽しめる町というものも今すでに始まっているというところですこういったイメージをより膨らましていきたいというふうに考えていますそして万博の時にはですねこうしたいろんな都市の魅力を十分に楽しんでもらいたいというふうに考えております そのために必要なことというのが、こちらのシートにまとめているところです。あの左側にです、ね、これまでの実績エリアマネジメント活動でございますが、ご紹介してまいったとおり、いろんなエリアですでにさまざまな取り組みが行われて、それが資産価値向上につながっているということはございます。プラスです、ね、万博に見据えて、新たに強化していきたいと思っておりますのは、各エリアの魅力を生かした新たなコンテンツを作っていくこと。 でそのコンテンツを商品化して、それをまとめて発表して、えー、情報発信してあの、外からの人を取り込んでいくということが必要だなというふうに考えています。それはエリア DMO の活動ということで、えー、言っておりますけれども、2025年の大阪・関西万博を契機として、エリアマイスの活動の活性化と推進のエンジンの強化。 とということを抱えています。少し DMO や MICE という言葉が出てきておりますけれども、下の方にちっちゃく説明書き書いております。MICE というのは、ミーティング、インセンティブ、トラベル、コンベンション、エキシビション、イベントの頭文字を取った造語ということでして、こういうビジネスイベントの総称。 また DMO というのは、観光地域づくり法人とも言われてますが、<laughs> ディスネーション・マネジメント・オーガナイゼーションの頭文字の略ということで、その地域にある観光資源に精通して、地域と一緒に観光地域づくりを行うような取り組み、これをやるような団体が DMO と言われています。 右側にです、ね、東京の取り組み、少し入れておりますけれども、東京ではです、ね、エリアマイスというものを活性化させるための東京ビジネスイベンツ先進エリアというものが設けられています。これは東京といえどもです、ね、シンガポールなどに比べると、大きなコンベンション施設が少ないということで、あの地域にあるいくつかのコンベンション施設や会議場を取りまとめて、技術的に一体的な施設として扱うと。 そのことで、えー、アジアの学会やあいろんな会議を取り込んでいこうという取り組みです。そういったことを東京都さんはされており、ね、それを一体的に東京マイスハブスという形で外に向けて発信されています。大阪でもこのような取り組みがどんどんできていけばいいのではないかというふうに考えています。最後にです、ね、その大阪・関西万博での取り組みの実践案ということを少しご説明させていただきます。 今申し上げましたようなマイスハブスのようなものを大阪で推進させていきたいというのが1点目です。例として記載しておりますけれども、各エリアの会議施設や宿泊施設、飲食施設などを束ねて、一体的に打ち出すことで、疑似的に大きなマイス施設として展開していくという点。2点目はです、ね、そうした各エリアが同じような共同したテーマでイベントを展開して、 各エリアを回っていく、回遊するための商品を作って、それを共同で発信し、そして販売促進を図ると、そのようなこともできないかと考えています。また大阪都心でやりつつ、ですねそれを雰囲気にも広げていくという視点も重要かなと考えておりますすすつ目がででね右に書いいております大阪シシシティエキシブションの実践というとうころです。 これの例ですけれども、例えば食というようなテーマを設けて大阪の各エリアの公共空間を活用したようなフェスを開催してそこでいろんな全国各地の食材を使ったようなイベントをするとかですね、またあの光というようなテーマで大阪のいろんなエリアを回るようなイベントをするこのような形でそれぞれのエリアの都市空間をうまく活用した形で あのうまくプロモーションしていく、エキシビションしていくと、こういったこともぜひ取り組んでいきたいと考えています。また3つ目ですけれども、その国内外からの来訪者に対する安全安心の情報提供というところでして、緊急時の情報連絡につきましても、エリアマネジメント団体と行政の危機管理部門さんとかですね、協力する形でリアルタイムに情報伝達できるような仕組みを検討してまいりたいというふうに考えています。 こうした取り組みを万博開催時に実施できるように、こした取り組み今回取りまとめを発表したわけですけれども、賛同していただけるような仲間を募って具体化を進めていきたいというふうに考えております。もしご関心あるという方いらっしゃいましたら、ぜひ大阪商工会所の方までお声掛けいただければというふうに思います。どうも今日はお時間いただきましてありがとうございました。私の発表は以上にさせていただきます。 玉川さんありがとうございました続きまして本日のメインイベントとなります万博に向けて大阪の街をどう盛り上げていくのか万博のその先の街の未来はどうなるのだろうか命輝く未来社会の実現に向けてテーマトークを繰り広げます第1部は「テクノロジーで作る未来の街」がテーマですファシリテーターータはは大日本印刷株式会社パネラーは 大阪スマートシティパートナーズフォーラム川崎重工業株式会社一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会株式会社りそな銀行の皆様ですそれではここからの進行はファシリテーターの大日本印刷小野寺さんよろしくお願いします、はいえー、それではあの第1部なんですけれどもあのテクノロジーでつくる未来の街というところで、えー、ディスカッションを始めていきたいと思います まず最初にですね。今日の4人のパネラーさんにあの自ら今取り組んでいる内容と、あの簡単に自己紹介を踏まえてあのお願いしたいと思います。では、まずあの山形さんからお願いいたします。皆さんこんにちは。大阪府スマートシティ戦略部地域戦略推進課長であり、あの大阪スマートシティパートナーズフォーラムの事務局長をしております。山事務局長ですね。<laughs> しております。山形と申します。どうぞよろしくお願いします。うん 私の自己紹介ここに書いてるんですけど、元々大阪府の方であの採用されて、いろんな部局を経て、2015年にあの公民戦略連携デスクっていうところに移動しました。で、公民連携って今はあのいろんな自治体で取り組まれてますけど、当時あのあまり取り組まれてなかったんです。で、あの松井当時の松井知事が公民連携行政だけじゃ何もできない、民間の皆さんと一緒にやっていくために専任デスクを作っていろんな取り組みをしていけ。 という名誉を受けて包括連携協定をはじめいろんな取り組みをしてきましたそして2020年にスマートシティ戦略部ができましてデジタル版のあの公民連携を進めていくっていうことであの取り組みを進めてきてます次お願いしますであのその一つとして作ったのが大阪スマートシティパートナーズフォーラムなんですあの。 当初はあの4月に移動した時に、はじめ事業連携協定をいろんな企業さんとつくあのやってたんですけど、やはりこのプラットフォームがある方が、いろんな取り組みが加速的にあの行えるなというのも私自身も実感しました。し、あの部長である。あの民間の。 からあ坪田の方も,あのもう「今年度中じゃなくてもう8月に作れ」っていうふうに5月頃言われましてであの今日ここにいらっしゃる大條さんもそうですし江川さんとかそして今日お日増大阪さんとかも登壇されますけどにもあの多大ないろいろなご協力を頂い,いて8月に立ち上げたのがパーーートナーズフォーラムですでここで何をしているかというとあの市町村の皆さんと一緒にあのスマートシティを目指してるんですがまずは あの市町村のの課題の見える化をしていますでそれぞれ市町村さんの,あの課題シートっていうのがあるんですがあのその課題シートを見て企業の皆さんが「あここにアプローチしたい」とか「あのここの,あの市町村を紹介してください」とかっていうふうに言われるとこう事務局がつなぎに行ったりとかでも1対1だとなかなかあの進まないのでプロジェクト化をしています。でプロジェクトっていうのはあの8つの分野市町村があのここにこう細かく書いてますけど8つの分野市町村が取り組みたい大きな分野なんですけど。 そこで企業さんから募集をさせていただいて自分のところの企業さんの ソリューションだけじゃなくて会員皆さんのソリューションを合わせた形で市町村に提案してくださいねっていう形で進めさせていただいてます。この2025年万博に向けていろんな市町村であのスマート市に向けた実証実装が始まりで万博を迎えてその後もさらに広がるようにということでこのチームチームエクスポの方にも登録させていただいているところです。もしまだあの会員でない企業の皆様。 がいらっしゃいましたら。実は年会費3万円いるんですけど、3万円の価値はあるというふうに参画していただいている企業さんからお声いいただいてますので、ぜひともご参加くださいますようどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ございます。ありがとうございます。ます <laughs> では次あの林さんお願いいたします。はい、えー、川崎重工業の林でございます。今日あのお招きいただきましてありがとうございます。 えっと私はですねあの川崎重工業と聞いてあのもしかしたらあの忍者バイクの忍者があのイメージあるかもしれないんですけれども、まあ、実はですねあの陸海空のあのモビリティを作っているほか、まあ、インフラ施設発電とかですねあのプラントなんかも作っている、まあ、総合重工業です。でえっと左側がですね、まあ、今まで提供してきたもの製品群になるんですけが、まあ、右側がですね今回、あの未来のまちづくりということで、まあ、今後あのどんな あの製品を展開していくかという一例なんですけれどもまああのラストワンマイルを解決するようなモビリティだったりとかあの無人ヘリを飛ばして僻地に物を運ぶとかですねそういった実証をやっているモビリティですとかあと、ですねこちらの船があの液化水素をあの運搬する船でカーボンニュートラルの取り組みに非常に大きなあの影響を与えるポテンシャルを持ったものですで。将来事業としてですねグループミッション 2030というのがあるんですけれども、えーまあ、安心安全リモート社会というのと、えー、近未来モビリティですね、そしてあの、えー、エネルギー、環境ソリューションということで、まあ、こういったものをです、ねえー、中心に今後の活動を広げていきたいと思っております。よろしくお願いしますであの私ですね、えー、今回、えー、チームエキスポ、えー、競争チャレンジには、あの未来本という活動であの登録をさせてもらってるんですけれども、未来本、何かっていうとあの、人材育成活動です。であの 皆さんもそうかもしれないんですけどもあの人生のいろいろな岐路があった時例えば分離選択ですねとか大学を選ぶ時のです、ね、ポイントどうやって選ばれたかっていうと結構情報って限られてると思うんですけども、まあ、実はですね企業からもいろいろなあの視点で情報が提供できるんじゃないかで、えー、特にですね、えー、まあ日本が得意としてるものづくりっていうのは実は楽しいんだよっていうことをあの体感してですね、えー インプット情報インプットできたらという思いで、まあ、実は去年から活動を始めているんですけれども、まあ、あの会社からやれというよりもあのこんなことできたらいいよねということでボトムアップの活動をあの有志としてです、ね、やってます。であと CSR という活動でやってますので、まあ、基本、ですねあの、まあ、無料でやっております、はいはいであの。こちら写真は一例なんですけれどもワークショップでですものづくりの楽しさを伝えるということで例えばですね須磨水族園さんとあの一緒にコラボしたりですとか あとですね、えー、神戸大学さんとあの連携をしてあのワークショップをやったりとかしてですね、まあ、幅,幅広いあの団体さんとあのコラボできたらあのよりなんか将来の選択って楽しいよねということをあの訴えかけることができるかなということであの競争チャレンジの方にもですね、えーまあ、参画をさせてもらっています。 ぜひです、ね、皆さんも一緒にあの人材育成ということがあのテーマだと思うんでです、ね、あのでご一緒に、えー、参加させていただければなと思っております。はい、で私もあの安全・安心リモート社会の,あの体現としてです、ね、私は登山ガイドというあの側面もあるんですけれどもあのこの前も2800メートルの山であのリモートワークをしてきたとかですね。はいはい、ということであのこういったこともご興味あれば <laughs> ぜひよろしくお願いします。どううもありがとうございました。 はいありがとう、ありがとうございます。 次あの江川さんの方よろしくお願いいたします。はい、えー、一般社団法人コンパクトスマートシープラットフォーム協議会代表理事を務めてます。江川と申します。ちょっと社団名長いんで、あの cspfc とよく呼んでおりますが、それでも長いという方多いんですけども、私自身はですね。あの、元々はあのベンチャーからずっとベンチャーやってるんですけれども、えっと当時はですね。あの、ai で自動運転作るなんていうのをかなり走りのところからやらしていただいて。あと半導体関係のところでもセキュリティなんていうのをやってたんですけども、その関係もあってですね。あの。 産業省さんから G7 出ませんかということで日本代表イノベーターっていうのを2017年にやらせていただきましたでまあ,あのいろいろあってですね、えっと、先ほど山形さんからもお話ありましたけれども大阪府のスマートシティ戦略部のスーパーアドバイザーをやらせていただいて OSPF の立ち上げなんていうのもお手伝いさせていただいているというところですで私自身は他にも大学の特別講師とかですね非常勤講師なんていうのもやらせていただいているんでまあいろんな形でスマートシティを作って 行こうというところで活動させてていいいいただいているのの私ととううようなここですでこの今私が今日の立場で言うとですね「CSPFC って何?」っていうところなんですけれども、えっと、この取り組み自体はですねもともと大阪スマートシーパートナーズフォーラム立ち上がりでそこで私もこのスマートシティの作り方をかなりしゃべってきているんですけれどもやはり言ってるだけっていうと何かこう信用ないよねっていうところがあるんでじゃあ実際私が作りますっていうので大阪府は豊野町を中心にスマートシティを作り始めたという いうのがこのこ団体ですで昨年8月に総務省さんからですねあの予算あのスマートシー関連予算を採択していただいたというところもあって当時10社で立ち上げた団体ですけど今70社ほど参加いただいて各カテゴリーの課題を解決していこうということで豊野町で皆さんアクティビティをしていただいているというところですね。今よくも悪くもあのデジタル田園都市国家構想交付金というのが出てきておるというところでですねこれをまねではなくて見本にしてスマートシーをやりたいという という自治体さんからの問い合わせを非常に多くいただいております。今だいたい160団体ほどいただいておるというところで、まあ、期待していただけているのかなというふうに思います。 で次のページめくっていただくと我々目指しているところですね今日テクノロジーのお話中心にということなんですけれどもなかなかこのテクノロジー使う時にそのプロダクトアウトでこの住民に対して押し付けてしまうケースって多いかなと思うんですけれども我々どちらかといえば住民の声をまずちゃんと聞きながらどういうサービスを組み立てるのかというので昨年8月からですね500名の人に対して100問ぐらい回答いただきながらそこから施策政策を打っていくというようなことをやってきております。で結果的に言うと、まあ、あの豊野町 というのはですね2万人弱の自治体で、えっと、49%がもう65歳を超える少子高齢化で過疎化認定された地域っていうのもありますんで、えー、住民さんがよくスマートシティのサービスを受けるためにスマホ教室だったりとかですねあとキャッシュレスっていうところも怖いっていうようなところをいろいろとあのアナログ的な解決もしつつテクノロジーをそこに寄り添わせていくというようなことをやってきてます。で我々スマートシティややっていいく中ででででううとですねももきる限りもうみんなでまずやって でみようよということを中心にしてますので、もうスマートシティのコピー＆ペーストというのを中心にやってます。で、えっと昨日ですけれども福井県でもですね、まあこのエキスポ範囲内だと思うんですけれども、え同じく豊ヨタの取り組みのコピー＆ペースト版がのリリースされておるというところなんですけど、また改めてそのお話も後ほどさせていただければと思います。えこのような形でスマートシティにあの貢献しながら皆さんとエキスポを盛り上げていければなというふうに思ってますの、ね、で、今後ともよろしくお願いします。 ではは最後には、ね、今井さんよろししくお願いいたします、はいえー、とリスナーグループではです、ね、チームエ e スポ o 2 0 2 5プログラムのです、ね、競争パートナーとして、えー、さまざまなイノベーションを行うチャレンジャーの方々を応援するとと,ともに、えー、競争チャレンジャーとしての活動も行っております。まあ、取り組みとしては、まあ、各銀行で,です、ね、ビジネスマッチングであったり、人材ソリューション支援であったり、まあ、創業スタートアップ支援。 またビジネスセミナー、イベントなどの情報発信を行っているということなんですけれども、まあ、具体的にはです、ねまあ、このようなイベントと同様にです、ね、チャレンジ企業の内容を紹介するようなミートアップセミナーを開催したりです、ね、またまあ脱炭素に向けた企業をバックアップしたりとか、まあ、このあたりがです、ね、具体的な活動として今パートナーとして行っております。 また一方でチャレンジャーとしてのでですすねねチャレンジとしてのです、ねえー、ものとしては具体的には、まあ、先ほど来から話して出ている万博ですね、この万博の機運醸成イベントとして、まあ、いろいろなセミナーを開催したりですねまた先日、まあちょうどえー、インテックス大阪で開催されました万博開催支援エキスポというのがあったんですけれどもそちらの方にもですね、まあ、理想なブースとして、まあ、あの出展して各企業の、まあえー、つなぐ まあ橋渡しといいますか、まあ、このあたりの役割を果たすようにですね、まあ、出展をいたしましたまたですねリスナーキッズアカデミーという形で、まあ、あの子どもの経済教育のですねプログラムをですね行ったりとかですね、まあ、こういったことも実際行っておりますまた2025年本当に実際はですね万博の中で大阪パビリオンという、まあ、パビリオンが出てくると思うんですけれども、まあ、そういう中でもですね、まあ 私ども理想のグループとして出展をいたしましてここで中小企業であったりスタートアップのいろいろな活躍の場をアピールしていく情報発信する場としても提供していきたいなと考えております。 えー、次のページ行ってていいただいてすいません、はいえー、それもですね特に私どもオールビジネスプラザというところの拠点になるんですけども、まあ、理想のグループ全国で50万社いる法人に対して、まあ、私どもはですね橋渡しをするつなぐというですね役割をさせていただいております、まあ、中でも先ほど言いましたようにビジネスマッチング以外でも、まあ、人材ソリューションという形で、まあ、人の供給、まあ、人のですね支援を行うということであったり、まあ、スタートアップ企業の支援を行うサポートをすると ということで、まあ、その創出活動のですね、まあ、バックアップを行っているということでございます。まあ、私はそのビジネスプラザの象徴として、今現在、運営をしております。本日どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。あの、私も、あの、ファシリテーターなんですが、あの少しだけ、あの、自己紹介させていただきたいと思います。ええー、私、あの大日本印刷の小野寺と申します。 DNP 自体はです、ね、あの競争パートナーということで活動させていただいておりまして皆さんもご存知かと思うんですけれどもあの社員が約4万人いるあの会社でして、まあ、いろんな事業を行っているんですがあの私は今日この中でこの大きい4つ部門が弊社の中にあるんですけれども情報コミュニケーション部門というところに属しておりますで、えー、次のページをお願いいたしますでその中で,です、ね、何をやっているかというところなんですけれども このスマートシティという文脈で考えたときに、認証手段の進化と DNP の取り組みというタイトルに書かせていただいているんですけれども、例えばその,その方が誰なのかですとか、例えば決済するですとか、どこかの建物に入るですとか、あらゆるシーンで認証ということが出てくると思うんですけれども、その認証手段というものが、あの昔からどん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 、この一番左下から右の上の方にですに、ね、上がっていく。 形で書かせていただいてるんですけれども、もまあ、媒体の進化です。とかまあ、手続きの変化というものがあるかと思います。で、まあ、そこにあの追従して、あの弊社の中では対応する。あのテクノロジーをあのソリューションとして提供させていただくとまあ、そういう役割をなっております。例えば昔で言うと、あの磁気ストライプ、この線が入った一番左にあります。けれど、こういったカードを使ってまあ認証してたものが。 この IC カードという形になって、皆さんも例えば銀行のキャッシュカードってお持ちだと思うんですけれども、ああいう形の IC 機能がついたカード、それが今度スイッターのような非接触の形で使えるようになって、その後今度はウェアラブルですね、例えばキーホルダーのような形でそれで決済ができたり、その後今度はデュアルインターフェースって書いてあるんですけれども、これは接触と非接触両方備えたという意味合いなんですが、 皆さんも持っていらっしゃるマイナンバーカードですとかクレジットカードといったものがこれに当たりますと。でそこから2010年代に入ってきてスマートフォンですとかあとスマートウォッチですとかで最近になるとまあ生体認証ですね顔認証ですとか、まあ、そういった形でどんどん進化していっているんですけれどもこういったこの進化した認証手段に対してこの認証を中心に DNP が持っているプロモーションですとか マーケティングですとか BPO といったさまざまな要素を掛け合わせてお客様にご提供させていただくとそういった活動をしております。よろししくお願いいたします、はい、ではここからの本題の方に入っていきたいと思うんですけれども今日はあは個別テーマの大きく3つほどです、ね、テーマ絞りましてお話ししていきたいと思っております。 でまずですねあの大阪スーパーシティパートナーホラム様であの8つの分野であの議論をされているというふうに伺っておりましてその8つの分野の中からまあテーマを絞ってお話を進めていきたいと思います。でまず1つ目がですねあの高齢者に優しいまちづくりというところでこの高齢者支援というテーマに関してまずあの江川さんの方から あの豊野町での,あの高齢者に優しいまちづくりでの,あの買い物支援の検討ですね、こちらについてあのお話しいただきたいと思います。 ははい改めまして江川ですあの今豊野町は先ほどお話したとおりアンケートを取らせていただくとやはり高齢者が回答する率非常に高いという状態になりますであの答えていただいたのはもちろん10代からいらっしゃるんですけれどもこの高齢者の回答の中でスマートシティで何をしてほしいかという問いをかけるとですね分かりやすく一番初めに来るのがですねヘルスケアですあのやはり皆さん高齢者なんで健康心配だというところですで2番目が移動の問題なんですね 豊野町というのは山岳部を切り開いて町作ってるんで坂道多いということもあってか、えー、そういうようなリクエストがあります。で買い物支援ってどれぐらいのパーセンテージで来るのかなというと意外と低かったんですね。あの3割ぐらいのとい,いう感じなんですけどもまだまだ歩けるぞという高齢者の声が多かったというところで買い物支援というよりはやはりヘルスケアの文脈が非常に強いというのが今の状況でしてで今、えっと、定期的になんですけど月1回あのイベントやらせてい,ただいてで高齢ての その方々に、えっと、今。 企業さんとしては阪神調剤さんですねが中心になって、えっと、健康測定だったりとかですね運動支援だったりとかっていうのをやらせていただいてます。これもう毎回あのやりますよって言った瞬間に、えー、満員ンレになるというようなところから始まってで今えっとウェアブルも実証実験的にあの配らせていただいてるんですけども約300台、まあ、今回追加で300台入れるんで600人ぐらいの人たちのデータをまあ取らせていただきながらこの人たちのやっぱり社会生活を考えていく上でいうとあと10年するとやはりやっぱり歩けないっていう人が増えてくるんで。うん まあ移動支援を入れながら買い物を支援していくというようなことをやっていここううというといろですねでやっていくまあサービスの中身というところもですねあのデジタル押し付けたくないというのはもちろん引き続きありますのでまた、この住民さんたちと意見を交わしながら、えー、スマートシティに向けたこの買い物支援というのも作っていきたいなというふうに思ってやっておるのが今の状況になります。なるほど あのまあ、ヘルスケアというキーワードが出たんですけれども、そのまあ、弊社もあのヘルスケアという観点ではやっているんですが、今のあの話の中にあったまあ決済という部分に関してもちょっと着目してお話しさせていただくと、あの弊社もあの、まあ、高齢者の決済をどう支援するかみたいなところを関わっているんですけれども、まあ、最近、日本国としてキャッシュレス比率40%目標というのを皆さん、経産省さんの目標でお聞きになっていると思うんですけれども。 本当にキャッシュレスをこのまま進めてって良いのかっていうのも、まあ、海外の方では結構話題になってますと。というのは例えば EU 諸国ですと、まあ、キャッシュレス比率がもう80%を超えている国もあるんですがあのキャッシュレスしか受け付けないよっていう街もあの買い物する際にです、ね、そのお店もありましてでそうなると現金しか持ってない方っていうのが買い物できなくなってしまうっていう、まあ、いわゆるある意味買い物難民みたいなことが起きているんですよね。 でそれをあの対応するためにそのまあ法律としてあのキャッシュレスはもちろんなんですけれどま現金も使えるようにとまあそういったあの法制度がされているような国も出てきてますとで日本もあのキャッシュレスによってもちろん良くなる便というのはたくさんあるんですけれどもまあキャッシュレス一辺倒ではなくてまあ現金での利用ですとかあとそのテクノロジーもそうなんですけれどもそれに対してやっぱり教育というのをやっていかないとなかなかその 本当に良い街づくりになるのかというところはあるのかなというふうに思っていますので、まあ、そういったあの両面合わせてあのやっていきたいというのがあの弊社側の考えになります。ちょっと私の話が長くなってしまって申し訳ないんですけれども <laughs> 今度は今井さんの方にちょっとお聞きしたいんですが、はい、あの金融機関としてです、ね、あの日々、生活者に接している視点での,あの課題や意見などありましたらえお願いいたします。ははい、えーとまあ理想のグループで,はです、ね、あの特にまああの まあ高齢者に限ってとっていうよりも、一致サービスのですねまあお話をですね3点ぐらいさせていただければと思うんですけども、1つは、まずは高齢者になると、どうしてもやっぱり動く、移動するということがやっぱり億劫になるということであったり、ですねもしくは誰に相談したらいいんだろうか、身内でも相談したら誰がいいんだろうかとか、仮にと金融機関でも誰に相談したらいいんだろうかとかですね、もしくは、 まあいろいろこう時代の変化でまあ高齢者の方もスマートフォンってお持ちなんですけども実際アプリを入れるんだけどもまあこれって本当にどうやって使ったらいいんだろうかっていう結構悩まれている方いろ,いろいろいらっしゃると思うんですねまあそのあたりについてまあリソナは少しだけまあ課題解決も含めてまあ商品開発をいろいろしてきているというところですで一つ目のまあ少し移動が億っというところに関すると私ども移動型店舗リソナ号というのをですね、えー、作りましてまああの 大阪とまあ東京の方に2台あるんですけどまあ簡単に言うとトラックの2台にですね、ATM と店舗を入れた形になっています。で、まあそこの中でまあ言うなら言うなれば一般の店舗と同じようなまあ口座開設であったりローンの相談であったり、いろんな各種相談ができるという形になっています。まあ大阪でいくとそうですね、スイタであったり豊中方面を今えっ、ー、とよくあのショッピングモールと言いますかね、あのスーパーとかそのあたりの駐車場を借りて。 置いてそれからですね先で言いました「まあ、頼れる人がっていう話になった時にやっぱり何かツールが欲しいなっていうので、まあえー、私どもではあの、まあ、商品名としては家族で頼れるサポートというものがありまして、まあ、簡単に言うとビデオ通話がリソナの本社の人とできるんで、まあ、そういう人たちと対話ができるという流れになっています。 でまあ、対話するのにもやっぱり家族が同席っていうのも必要になってくるんでそういった家族同席もできるような仕組みになって、まあ、各種相談を受けられる、まあ、サービスの内容も、まあ、通常でいうくまあ相続の話もあればどちらかというとまあ介護とかもしくは今後お一人になった時にどういうサポートを受けられるだろうかもしくはその私どもで連携しているような警備会社を紹介するとか。 もしくは何か見守り的な紹介するとか、まあ、そういったところにもですねサービスメニューをつけておるというこんな感じでございます。で先皆さんスマートフォンですね、まあ、いろいろお話は出てるんですけどもやっぱりそのあたりのまあ利便性ということでいくと私どもリスナグループアプリというのをですね、まあ、かなりあの グッドデザイン賞とかとか、まあ、いろんなもので受けてです、ね、あの商品企画自体はいいとされているんですけれどもじゃ実際使ったリピーターはどうかというと、まあ、継続率もです、ねまあ、8割を超えているということなので、まあ、そこそこ使われているアプリなんだなというふうには思うんですね。でここに関しても、まあ、高齢者という視点になるとスマホ教室みたいなものをです、ね、設けてきっちりこうフォローするという体制も作らせていただいております。まあ、以上3点が あのなるんですけれども、まあここ昨今はやはり高齢者にまあ付きまとうという部分ではないんですけれども、やはり振り込み詐欺とかそのあたりはまだいまだにですね減らないという状況になっております。まあこのあたりはですね地域の社会福祉協議会とも連携しながらですね撲滅に向けた動きは継続的に活動しているというまあこんな状況でございます。あはいありがとうございます。とてもわかりやすいご説明でした。 であの次に、ですね、あのテーマ2番目の方に進めていきたいんですけれども、あの今度はあの移動というテーマですね、あの移動がスムーズなまちづくりというテーマに関しまして、あの今の,その買い物支援ですとか、高齢者支援というところにも関わってくるとは思うんですけれども、そちらにつきまして、まずあの林さんの方からですね、あの現在の取り組みに関しまして、あの特にあの次世代のモビリティなどに関して、お話、お願いいたします。はい。 あの次世代のモビリティとしましてはですねまあ先ほどもあの冒頭でご説明させてもらった通り、あり例えば無人ヘリであのドローンで運べないような大きなものを運ぶといったことですとかまあ,あとはあの自動運転するあの四輪車のようなものですねまああの最近なんかあのファミレスとかでもなんかあの自動で運んでくれるものがあると思うんですけどもまああいったもののですね実証実験をやったりですとかあとですね、えー これちょっと画期的かもしれないんですけどもあの自動車免許でヘルメットなしで公道を走れるような自転車にあのちょっと、まあ、電動自転車のようなものをですねあの四輪自転車を開発しましてであの、まあ、最後あのちょっとですね、えー、遠,出知ってた遠出というまでではないんですけども近くの距離ですねあの足の悪い方でもあのすぐに移動できるようなモビリティ何かないかっていうのをです、ね、あの弊社のバイクの エンジニアがですね本気で考えた結果、今申したようなあの電動四輪バイク、バイクといってもあの自転車に近いような形、ノスリスというんですけど、そういったものをですねえ提供しています。で、実はですねその今のご紹介したノスリスという、ちょっとあのイメージがあの画像なかったら分か,れ分からないかもしれないんですけれども、ああ我々があの提供できるあのマーケットイン。 プロダクトアウトというよりもです、ね、マーケットインの形をあの模索した結果、まあ、そういったものになってですね実はこれあの社内の,あのビジネスアイディアを公募するチャレンジで生まれたものでして、まあ、非常にあの社会課題を意識、まあ、課題感が、えーまあ、意識としてあってですね、まあ、そういったものをなんとかできないかというエンジニアの熱い思いがですねあの製品化、まあ、目前なんですけれども。えー まあ実際も販売もされている部分もあるんですけれども、えーまあ、世に送り出されようとあの着々と準備を進めておってですね、まあ、そういったあの熱いエンジニアを育てるというところであの、まあ、この未来本というあの次世代育成にも関わってくるんですけれども、まあ、そういったあの社内にはですねあの社会課題に対して非常にあの熱い思いを持って取り組んでいくというような次世代モビリティに関してですね取り組もうしていてです、ね、部署も新しく作ってあの非常に今、あの 次世代モビリティですね、えー、取り組みが開発ですとか、あの活発になっておりますその熱い思いはとてもあの大事だと思っていて、そのまあ弊社の中でもやっぱりあの取り組み、いろいろある中で、まあ、結局、誰が推進するかってなったときに、そのもちろん役職者みたいなのも必要だと思うんですけれども、結局、熱い思いを持った方がいないとなかなかやっぱドライブしていかないというのは、どの企業、どの団体でも同じだと思うので、はい、とてもあの、はい、共感する部分がありました。 山形さんの方にお聞きしたいんですけれどもあのつ8つのテーマの一つにあの移動がスムーズな街づくりというのがありますが、まあ、現在検討されていることやあのこのテーマを掲げた背景という部分をちょっと教えていただけますでしょうか、はい、移動がスムーズな街づくりですけどあの今の知事があの就任会見の時にあのこの住民の QOL 向上を上げるためにということで最後のこのラストワンマイルを導入 するかということをあの申したっていうのが一つ大きな理由であります。でまたあの市町村の皆さんとお話ししてもあのなかなかこう交通路線がだんだんこう乗る人が減ってそれをどうしていくかっていう課題もありますしこの ICT を使って何かできるんじゃないのかっていうお声もいただいたことからこのテーマを設定させていただきました。であの岸端の方では DNP ささんんとソプジャパンさん の方が一緒に連携をしてプロジェクトとして人流データどういう風な移動をするか生活者もそうですし死に来られた方もそうですしそういう分析をしていただいてその分析結果も一つの大きな要因となってこの11月には山田東っていう新たな交通拠点ができたんですね新たなバス路線も走ったっていうこともありますしとてもいい取り組みをしていただいてるなと思ってます。 <laughs> でまだあの OSPF のワーキングの中ではあのオンデマンドそのラストワンマイルのためにオンデマンドバス停までの,その行けない高齢者の方が家の前まで来てくださるようなそういうふうなオンデマンド交通ができたらいいなということで去年あのワーキングをずっとしてきてましてで今年度大阪府の方からあの豊野町さんと阪急さんそして堺市さんと南海さんに対してあの補助金をあのお出しさせていただいてましてこれがラ,ラストワンマイル にがるそしてマースの一歩にもつながるような取り組みになればいいなというふうに思ってます、はい、今の,あの山形さんのお話の中でもそのまあ連携というところがそのまあ例えば弊社のとの連携みたいな部分もあったんですけれどもそのまあ今のお話を聞いてまあ民間同士の連携ですとか官民の連携みたいなところっていうのはまあとても大事になるというのは皆さんまあ当たり前に理解されていると思うんですけれどもその連携ということをテーマにしまして。 えー、まあ、民間同士の連携官民連携というテーマで、まず今井さんの方からあのどういうその連携が必要で、えっ、ー、とまあ、今どういう課題を感じていらっしゃるかといった部分をあの教えていただけますでしょうか。ありがとうございます。えっ、ー、とそうですね。私ども具体的にはまあ、あの民間同士の連携というところでいくとですね。まあ,あの世界一般に言うまあスタートアップ企業、ベンチャー企業とまあ、大企業をまあ。 合わせるみたいで、えー、とここ3年ぐらいで、ベンチャー企業もまあ大体300、あごめんなさい、200ぐらいですね、私どもえと取引ストックといいますか、えー、情報連携を行う会社ができておりまして、まあ、それを私どもの取引先である大企業にまあマッチングするという形なんですけれども、まあ、その大企業もまあ60社ほど、今、ま、あ え増えててきまして、まあ、そういった60社の、まあえー、大企業のニーズに対しては、まあ、200を今、当てにいっている、まあ、こんな感じになるんですけども、まあ、内容としては、やっぱりその大企業側の持つ、まあ、新たな事業領域を広げたいとか、もしくは新たな投資機会をです、ね、作りたいとか、まあ、そういったもう以外に、まあ、本業でのやっぱり困りごとがあって、それを解決するのはやっぱりベンチャー企業だみたいなところがあって、ですね、まあ、そういったところをうまく組みながら、今、まあ、具体的にマッチングをしています。 まあより一層ですね、まあ、SDGs という言葉もまあ表現として出てますんで、まあ、そういったことにより一歩ですね、まあ、あの強みがあるまあベンチャー企業さんが更にはこういったマッチングの場でまあその解決手段としてまああの。 私ども連携させていただいているということになっているんですけれども、それ以外でいくと、オープンイノベーションとか、そういう場も作ったりして、その企業の持っているニーズをうまく引き出して、ベンチャー企業を充てるという動きもやっております。活動の中でやっぱり感じているっていうことは 本当にあの競争することが大事だなというまあこのね言葉どりなんですけれどもまあそこが一番まあ金融機関にとってもそうなんですけれどもこの競争の場を作るまあそういったことが一番大事だなというふうふに思っております。江川さんはいかがでしょうかね。 はい、あの、先ほど山形さんからもお話しいただいたまあ、交通という意味で言えば、大阪府からも予算いただいていたりとか、あと国土交通省からもあの新モビリティの予算いただいていたりします。で、豊能町の中でのその民間同士の取り組みっていうところで言うとまあ、70社いるとですね。同じ業種業態の会社もよくあります。で、交通の上で言うとですね。もう例を挙げると、ドコモさんとスワットモビリティさんっていうのが AI オンデマンド交通というツールを使っておるというところなんですけれども。一見 コンペ同士になるんであの連携どころの騒ぎじゃないっていうのが普通なんですけども今回かなりこの2社含めて連携の方を進めております理由としてはやっぱり移動があのシームレスに行わなければいけないというところで豊野町においては阪急バスさんと京都タクシーさんがいらっしゃるというところでやっぱりそれぞれツール使うことが変わってしまうというところがあるのでいかにこのツールを使って、えー、シームレスに移動できるのかという問題から始まってでそこに先ほどお話したヘルト ヘルスケアもかかってくるんですね。ヘルスケアにおいては今度あのヘルスケアのイベントをやるときに実際足がないという高齢者も出てきます。なのでそういう方々がこの AI オンデマンドバスを使うことによって AI えっとイベント予約をする予約する前にオンデマンド交通がイエの前まで迎えに来るっていうような取り組みができるというところですね。で合わせてあの我々が今取り組んでいるところって本当にいろんな企業さんが連携をやり始めておるんで地域通貨も今使わし いただいてます豊野町では豊野ウォレットという形でやっておるんですけれどもやはり今度このヘルスケアに対するインセンティブとかあと今度 AI オンデマンドバス始めてもなかなか住民が乗ってもらえないだろうというところで例えば乗っていただいた時のクーポン的に地域通貨を使おうなんていうところもありますのでかなりその分野間を超えての民間同士の連携だし同じ分野の中でもやっぱりどうやって連携すればいいのかというところを議論してます。だいたいあの,我々の取り組み っていうのは毎週木曜日時時から12時毎週欠かさずずっとミーティングやっていて,てですね2時間ぶつづけでやり続けるみたいなことをやってるんですけどまあ結果的にはそれがあの,民間同士の連携になりますでその後に何が起こるかっていうとこれ社会実装していかなきゃいけないってことになりますんであのもちろん役場の人たちが入ってもらわないことには話が進まないというところで公民連携という意味で言えば我々が考えている内容もちろん住民の目線入れていきますけれどもそれを実施するにあたってやはり あの公的なものが入ってくるというところが強いというところで公民連携も含めてやっているのが豊野町という形になっております、はいはい、山形さんはいかがですかね。そうですねあの大阪スマートシティパートナーズフォーラムの,の事務局は大阪府が担っているんですけど行政がそのハブになるという役割って本当に大事だなってこう自分自身思うんです活動の中で。 でもちろんあの、ャ長さんが大企業さんと一緒になんかやりたいんですってこうやったらできるんですって、もちろんおつ直接もおつなぎしますし、イベントでの交流でもおつなぎさせていただいてますし、それがあの市町村課題の解決、地域課題の解決になるとなれば、あの市町村にもおつなぎしますし、でプロジェクト化して、であのなんかちょっ 実証したいなっていうふうになれば、あの今年度からあの百万円を発射さんにお渡しさせていただいたりとかもしてるんです。なのであのこのパートナーズフォーラムの活動がこうあのどん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 こう大きくなればなるほどそういうつながりの場活動の場そしてスマートシティに向けた場っていうのも広がっていくなっていうふうに思ってます。頑張ります。<laughs> ありがとうございます。 林さん今の3名のお話を聞いていて何かの感想や意見などあればお願いいたします、はいまあ、あの共通したテーマとしての競争というところがあってです、ねまあ、今、こちらにいらっしゃる皆さんあの共通認識を持っていると思うんですけれども、まあ、なかなかです、ねえー、広がりにくいというところもあの一部で感じておられる方もいらっしゃると思うんですけれども我が社も本当にそれを感じていましてであの特にです、ね、今あのコロナという関係もあってなかなかやっぱり粘着での 打ち合わせの機会がないとか、あの交流がないというところで、あの苦労されている方もいらっしゃると思います。で、あの私はあのですね、えー、未来本という活動で次代次世代育成の活動をしている中で、まあ、実はですね、えー、神戸市さんが主催になって、まあ,あのスマス水,水族園さんとか、あの神戸大学さんと競争をあのすでに、えー、去年からさせてもらってたんですけども、やはり行政さんが入ることによって非常にあのスムーズにいきますし、まあ、何よりですね、あの 高校生の前であの大人があの競争をして、こんだけなんかのコラボしたら楽しいんだよということをあの示せたということは、非常に意義として大きかったのではないかなと思ったので,で、ま,まずはあのまあ我々がですねあの次世代育成というプラットフォームでそのえー競争の機運をですねどんどん高めていって、大人と子ども両方楽しんで、みんなで盛り上げていこうぜというところをですねまああの川崎重工業神戸を中心にあの活動しているんですけれども、ま。あ 徐々に大阪ですとかあの広げていけたらと思ってますので、はい、何かしら貢献ができたらと思っておりますすそうですね今のお話にあった楽しいというそのキーワード、まあ、楽しいとか面白そうみたいなところがやっぱりその競争の特徴かなと思っていて、まあ、その大きなまあムーブメントを作って皆さん巻き込んでいくみとい,いうのはまあ絶対必要なんだろうなというふうに皆さんのお話を聞いていて改めて思いました。あ,とあの 今、そのお話の中で江川さんですかね、あの地域通貨という文脈があったんですけれども、まあ、ここもあの弊社官民連携して、ちょっと気づいた点があるので、一つお話しますと、あの弊社もあの三重県多気町のデジタル店都市の構想に関わっているんですけれども、まあ、その中で、やはりその地域通貨というキーワードが出てくるんですよね。であの冒頭であの私、話しましたが、DNP というのはその認証というキーワードで、まあ、古くから ま経済の分野もやっているんですけれども、まあ、どうしてもそのテクノロジーの方に走ってしまいまして、もうこんな新しいテクノロジーがあるんですよとっていうところをお話しして、まあ、それはそれでとても共感いただくんですけれども、やはり各自治体さんの住んでいらっしゃる住民さんが、それをどう使うのかと、使えるのかといったところも含めて考えなきゃいけないよねと。 なんで良いデジタルをいかに使いやすくしていくのかみたいなところもあのやはり自社だけで考えているとなかなか気づけない部分が実際その官民連携で、まあ、現場の自治体さんとお話することで、まあ、改めて気づかさせていただくという部分もとても大きかったので、まあ、そういった意味でもあの連携というのはあのとても重要なのかなというふうに感じております、はいえー、では最後にですねあの今日の話全体を受けまして あの万博を通じて、ですねあのどうあのレガシーをあの大阪・関西の街に残していきたいというふうに感じられますかとまあ思い描くそのえ大阪・関西の未来についてあの個人的な意見でえ全く構いませんのでえ皆さんお一人ずつあのご意見いただきたいというふうに思いますであのますず今井さんお願いいたします。 はいえー、とレガシーということなんですけども、まあ、大阪にいるとですねもともとまあ大阪はチャレンジする精神があってですねで過去おそらく東洋のマンチェスターと呼ばれて、まあ、この御堂筋もそうなんですけども地下鉄なんかも整備されたという、まあ、こんな歴史があると思うんですけども私が生まれた頃のころの1970年の大阪万博ではいろいろなプロダクトとかサービスがこう提供されたなと。 それがまさに今度2025年になってですね大阪・関西万博で今度はこう未来の実験場としてまあスタートアップ企業とかですねそのまあ企業の力がこの試される場合にこうなっていくと思うんですねでそのためにまあスマートシティの実現のためにまあ今では多分規制緩和もだいぶ進んできてまあその一つが多分空飛ぶ車 という話になっているかと思います。で、我々はあのリゾナ銀行もですね。今この空飛ぶ車のですね。まあ、出していらっしゃる。まあ会社とですね、えー、いろいろなこと事業体でですね。えっ、ー、とまあ、情報発信等々をやっておりまあ、大阪風鎖までやったりですね商工会議所様ともですね。連携しながらですね。まあ、様々な活動をしております。まあ、これをですね。まあ、実現させてまあ、大阪関西で。 まあ将来的に空の道といいますかね、まあ、そういったものがレガシーと残せたらいいなというふうに思ってまして、まあ、空飛ぶ車っていいよねっていう、まあ、こういったマインドといいますかこういった価値観をまあお伝えしながらですね、まあ、レガシーという形で残していければなといいううふうに私はは考えております、はいえー、江川さん、いかがでしょうか。 はい、あのレガシーってどうしても物を残すような感じがあるんですけど私はどちらかというとあのこのデジタルやってる中でも思うんですけれどもこの文化形成ってすごく重要だと思ってるんですね、まあ、コミュニティを作るのもそうですしこのデジタルを使っていく上でもやっぱり文化形成だと私は常に思ってやってきてますで私好きなのはこの大阪私も大阪人なんですけど大阪の中でやっぱりチャレンジ精神ですねまずはやってみなはれというこの言葉から始まるところっていうのをやはりデジタルでも受け継ぎながら進んでいける。 ような環境っていうのを常に残していければと思っているのでこのエキスポに向けて、まあ、スマートフォでいろんな形で体現していくと思いますけどまずやってみなはれというところで作ってみてはいかがかなというところをなんかこのうまく表現していきたいな,なんていいう,うに思ってます、うん、はい、あの私はですねあのもう江川さんに完全同意でですねもうまずはやってみなはれとであのレガシー、もうやはり人だと思います。 あの10年後、20年後の姿って今の子どもたちですとかこれから社会に出ていく人たちがあのどうするかということでしか決まっていかないと思っているんですけれどもまああの我々、答えのない課題に対する問いですねというのをあのちょっと大事にしてましてまあやはりその今までの教育ってあの答えがあってそれに当てはめていってまあ90点取れるか100点取れるかみたいなところなんですけどまあ答えのない問いに対してまずあの やってみてで、気づきを得て、あ実はこうやってか問題解決するので楽しいんだなっていうような機運をです、ね、間違えてもいいかなというようなところをですね、あのまあ、徐々に広げていけたらなと、はい、思っております。まあ、私はあの関東人なん、出身関東なんですけども、関西、ですね結構やっぱりノリがいいんで、親和性はあるのかなと、はい、江川さんのお話聞いて思いました。はい、以上です 万博までにも、一つでも多くの,あの実証・実装する市町村が増え、で万博後もあの住民の皆さんが、これあった、便利やなってこれあったから良かったな、な助かったな、というようなあのサービスがもう一つでも多くなるそれが。それを残していきたいな、というふうに思います。そうですねあのあの、やってみなはるという言葉があったんですけども、あの私は出身があの北海道なので、北海道弁ですと。 やってみるべさみたいな形になるんですがとてもそこは私もあの同じように思いますとで一方でそのまずどんどんやっていきながらあのよくデジタル庁さんがおっしゃっているあの誰一人取り残さないデジタル化という文脈とても大事だなと思っていて今日はあの何度も同じような話をしてしまって申し訳ないんですけれども、まあ、デジタルはもちろん進めていくんですけれども、まあ、フィジカルですとかアナログといった部分も含めながら、えー、新しい社会 というのを作っていければ良いなというふうに感じております。はい、あの本日は皆さん貴重なお話とても、えー、参考になりました。えー、最後に皆さんあの拍手で、えー、締めたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様ありがとうございました。それでは続いて第二部に参ります。第二部はコミュニケーションで作る未来の街がテーマです。 ファシリテーターは一般社団法人関西イノベーションセンターパネラーは株式会社 FC 大阪道頓堀ナイトカルチャー創造協議会向川女子大学の皆様ですそれではここからの進行はファシリテーターの関西イノベーションセンター林様よろしくお願いいたします、はいえっと、では今からですねパネルディスカッションの第2部ということでコミュニケーションで作る 未来の街ということでお届けできればと思います。私、あの、このパートのファシリテーターを務めさせていただきます。関西イノベーションセンターの林と申します。よろしくお願いいたします。はい、じゃ、最初に、あの、パネラーの皆さんから、ちょっとそれぞれ自己紹介をいただければと思うんですけども。最初に、じゃ、あの、近藤さんの方から、はい、お願いできますでしょうか、はいはい。えっと、初めまして、えー、F. 首相坂の近藤と申します。えー、私どもは、えー、F. 首相坂という、えー、ちょうど。 この十一月20日に J3D が決まりましたサッカークラブをやっております実はガンバ大阪さんセレス大阪さんについて大阪から三つ目のサッカークラブということで今現在やらせていただいておりますで今回まあこのチームエキスポにお招きいただいたということで我々二千十八年に大阪府様と 包括連携協定というものをプロ,プロスポーツクラブ初で結ばさせていただいておりましてまあ現在そこにいらっしゃる山形さんのアテンドであの当時でいうとすごく珍しい形で私ども東大阪市という町がホームタウンではあるんですけれども大阪府全域を包括していろんな市町村様と競争していこうというテーマでやらせていただいております。 でえっと2022年にはバンパ推進局様とも連携協定を結んでいます。次のページですか。でえっと私どもが一番テーマにしているのがこの地域価値の競争という部分を一番大事にしております。サッカーというものが、えー、社会課題解決や地域課題解決それらをスポーツの力で解決していけるというふうに思っていまして、ただ サッカーだけで解決でできるもののいうのは非常に少ないですその中で視聴者会というチームを中心に我々が決接戦となっていろんな企業さんであったり我々のステークホルダーと共に地域活性化や地域貢献というものをしていくようなクラブ作りを目指しています。なので私ども自体がこう強くなって有名になっていくことによって我々に関わっていただいている方とのコラボも。 強くなっていき、えそれが地域社会を貢献していくためのすべてと思っておりますので、まあ今回このチームエキスポについてもさまざまな方々とコラボして実証しておりますので、またご紹介させていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。J3 の入会おめでとうございます。次にあの藤原さんの方からご紹介お願いしてもよろし、はいですか。 えーっと、道頓堀ナイトカルチャー創造協議会の藤原と申します。あの会社の所属はですね、株式会社 j t v i r 万博推進室の方にあの、勤めております。えっと、今回ですね、あの道頓堀ナイトカルチャー創造協議会の取り組みについて、少しお話しできればなと思って、えっと、参加させていただいております。えっと、まず、あの、こちらの道頓堀ナイトカルチャー創造協議会とは、まあ、何かということなんですけど。 えと道頓堀商店会様大阪観光局様で弊社 JTB の方が発起になりまして、えー、と2019年に、えー、と組織したあの協議会になりますでこちらはですね、えーとまあ、ナイトカルチャー創造協議会の目的活動内容ということで書かせてもらってますが、えー、と一つは ICT によるストレスフリーな対策をしていこうとあと魅力あるコンテンツ開発をしていこうと。 あと安全、便利な情報提供をしていきましょうと、あと最後は人と情報交流の拠点整備、こちらを目的に組織した団体になります。あの右上見ていただきますと、各三角のえっと企業様、あの列挙させていただいておりますが、さまざまなあの取り組みをえっとしていこうということで、2019年に立ち上がったんですが、コロナが来ました、すぐにでなかなかあの活動しづらいあの状況ではあったんですけども。 次のページをお願いします、えっと、昨年度の末からですね具体的な取り組みとして、えっと、道頓堀 DX 化計画ということで取り組みをさせていただいてこちらの競争チャレンジの方に登録をさせていただいたというところになっています、えっと、一つ目はですねあのパナソニック様と,、えっと協業しながら、えっと、顔認証サービススマイルスタンプラリーという取り組みを行いました。 こちらは国内の商店街では初の取り組みでまず顔パスですべて決済もしていただこうというようなストレスフリーな将来に向けてそういった取り組みをやりましたで2つ目はです、ね、この3月から4月に行いました道頓堀 XR パークですこちらはです、ね、AR 技術をちょっと仕込んでスマホをかざしながら道頓堀の観光というところで楽しんでいただこうという取り組みになります あと右手のところです、こちら、あのこの9月にです、ね、あのオープンをいたしました、あの弊社の実習事業であります、ピボットベース、まあ、新しい観光交流拠点、えっと、さまざまなデバイスをあのも持ってきていただきながら、えー、活用して、えっと、新しい観光の見せ方みたいなものを、えー、っと楽しんでいただこうと。で10月11日以降ですねあの規制緩和 というか、あのインバウンドのあの緩和されましたので、えたくさん外国人の方も今後も増えていこうかと思います。そういったところであの対応させていただいて、えっと地域に貢献できるあのお店にしていきたいなというふうに思っています。またあの後ほどご説明はさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。とじゃあ次にあの大坪さんの方からもお願いいたします。はい 向川女子大学、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですけれども現在本学はですね中学部14学科なんですけれども来年度から12学部17学科に学科も学部も増えます。 でその中でですねやはり健康っていうふうなことに対して、まあ、直接的なアプローチをしている、まあ、専門分野がたくさんございましてですねそういう中でですね、まあ、競争チャレンジとしてどういうものを出していこうかっていうふうなことでいろいろまあ先生方に諮ったんですけど現在出ているのはこの8つなんですね。 でも日々の教育研究の中でやっていることをもうそのまま出していきましょうというようなことでやっております次お願いします。 でまあ、その中でですね、まあ、例えば一番左がですね「アミカちゃん」っていいましてですねこれは教育学部の方でやってくれてるものなんですけれども漢字を子どもたちがまあ覚えにくいのを、まあ、キャラクターを使ってもう少しまあ子どもたちに馴染みのあるようなものでですね覚えやすくしていきましょうというふうなことをやったりあるいは丹波の方からですね まあ非常に少子高齢化が進んでいるというふうなことで,ですねもう一つは森林地域でございますので,ですね木をもう少しみんなの馴染みのいいものにしてほしいというふうな話がありましてですね。えー まあ木育というその木,木にですね小さい幼い時から親しむというふうなことに対してどうしたらいいだろうかというふうなことで,ですね向こうの方でえじゃあ,あのハッピーバース応援ギフトというものを作りましてその中に木製の玩具を入れましょうとでそのことによって幼い時から木に親しんでもらおうとでその玩具のアイデアを本学に出してくれないかというふうな話がございましてですねいろいろお手伝いをしているというようなものでございます。 それから一番右端がですね音楽で楽しく健康にというようなことで、まあ、歌うことによってですね、まあ、口を動かすそのことによってまあ咀嚼力が向上したりですね演劇機能の低下を防ぐという,ようなこともあってあるいはまた表情筋をトレーニングするというようなことにもつながってくるということで、まあ、健康につながるだろうとそういったこともやっているということであと具体的な取り組みについてはまた後ほどお話しさせていただきたいと思います以上です。 ありがとうございました。最後にですね。あの、ちょっと弊社の紹介もさせていただければと思います。あの、はい、今日、この配信場所でご利用いただいたミューグ関西なんですけれども、あの一言で言うと観光インバウンド産業をテーマとしたまオープンイノベーション拠点ということでですね。大企業とかスタートアップ企業とか。まあ、あるいはあのいろんな。 事業者団体の皆さんと課題解決に向けた新しいビジネスだったりサービスというのをまさにこのミュウクがハブ的な機能を担うことで,です、ね、あの作っていくというような活動をしてまして、まあ、そういった活動を通じてです、ねあのまあ、大阪・関西万博への貢献ですとかあるいはその関西経済発展みたいなところにこう何らか貢献したいということで活動させていただいています。 えっと、施設の概要がこちらになるんですが、えっとまあ、去年の2月に開業してです、ね、まあ、もうすぐで2年ということになるんですけども、あの実はですね、もともと三菱 FJ 銀行が母体となって、あのこの施設をやっておりまして、私も実はあの銀行の方から、今、この社団法人に出向をしまして、あのこのミューク関西の,あの運営に携わっております。 えと関西の大企業さんですとか、あるいは経済、観光の団体さんを中心に、いろんな方々のご支援をいただきながら、ですねあの下の方に記載している課題解決プログラムというものに注力して取り組んでまして。 まああの最初のこう課題設定みたいなところから実証実験を経てまあ最終こう事業化に至るところまでをまあ私たちもまあ伴走する形であのトータル支援をすることでまあ冒頭申し上げたようなことをしていこうということでやっておりますので本日はよろしくお願いいたします。拍<手>えー では早速本題の方に入らせていただきたいんですけども、先ほどの第1部の方でも未来社会に向けた技術といった中心のお話がありましたけども、第2部では、先ほど申し上げたように、人と人とのコミュニケーションであるとか、地域といったことを中心にいくつかお話しできればと思っております。最初のののとととととととここころろはあの第1部とのつながりいいううでですねまあ人とテクノロジーというところであの藤原さんの 方で、まあまさにこのテクノロジーと人のこの2つのテーマにまたがる、まあ、先ほどご紹介いただいた XR ですとか、まあ、顔認証といったテクノロジーを使った取り組みをされていると思うんですけれども、そうしたそのテクノロジーを使ってこう人のつながりを作っていくといったところで、まあ、そのテクノロジーの活用についてのお考えなどありましたら、お伺いできればと思いますので、よろししくお願いしまさしく、私が勤めているのは観光業で、 まあ、インバウンドもどんどん来る大阪において、まあ、あのいろんな取り組みをしていきたいということで考えています。で、えっと、今回のデジタルを使った、まあ、道頓堀の新しい楽しみ方ということで、えっと、例えばなんですがあの道頓堀 XR パークということでこの3月4月で実証したあの実証実験になるんですけど、えっと、こちらはですねあのバーチャルと AR あの双方のあの。 部分をちょっとやらせてもらったんですけどお家にいながらバーチャル道頓堀を楽しんでいただき、えー、とゲームを使っていろんな楽しみ方ができますとでただし、えー、と AR の方はですね、えー、と実際に道頓堀に訪れていただいて、えー、さまざまな AR を仕込んであの楽しんでいただくというものになるんですが、えー、と具体的にはですね道頓堀川に、えー、と絵画展みたいなものをあのやりました、えーと。スマホをかざしますと 1970の万博の写真展であったりまあもちろんあのパースになっちゃったんですけど2025年のえと万博の絵画展みたいなものをあのさせていただいたりしましたであとですねえと道頓堀川で釣りを楽しんでえとスマホをかざしながらえとフィッシングゲームをやっていただきました。フィッシングゲー,あのゲームのによって えっと特典、まああの、店舗に、回遊促進ですね、いわゆる店舗への送客を促すというような、そんな取り組みをやらせていただきました。あとあの、まあ、このコロナ禍なので、店舗の CO2 の濃度を、えー、っとスマホをかざしますと見ていただけるようなセンサーを使いまして、そういった取り組みをやりました。で非常にあの いろんな取り組みをやっていかにあのお客様に受け入れられるかインバウンドの方々で受け入れられるかで常に課題に思ってまして、えー、っと今回あの、本当に楽しいあのアンケート的にはいろんな楽しみ方ができたというようなおごめいただきましたけどまだまだ技術は発展すると思いますのでまた今後あのいろんな挑戦をしていきたいなというふうには思っています。ありがとうごございいいますす聞いてるだけですごい ワクワクするようなお取り組みをされているということであのお話になったそのまあバーチャルとこうリアルをつなげるみたいなところ非常に大事だなと思ってましてであのま,あまさにこういったテクノロジーを活用することでまあ今までにない新しい形でこう人と人がまあつながっていくといったところでまああの新しい形で,ですねこう地域の活性化であるとかあるいはその地域課題の解決といったところにつながっていくのだなというのをちょっと改めて思った次第でございます。 でと次議員なんですけどもまさにその地域課題の解決といったところをあのテーマにしていきたいなと思うんですけどもあの近藤さんのところでスポーツを通じてこう地域に根ざした活動を団体として取り組まれているといったところで、はい、まあどういったこう取り組みをされているですとかあるいはその中でこうなんか課題だなと思うことがもしあればです、ね、お伺いでいできればと思います、はいえー、っとまずサッカークラブがこう地域にあるだけで、えー、よく言われるのがこうブランド力向上とか 地域経済の波及とかそういうのはこうホームグラウンドがあってお客さんがたくさん来てっていうのが多分想像しやすいんでさらにこう地域名がこうサッカークラブに入るのでなんとなくこうそういう名前がこう先行して皆さんに知れ渡るのでそういう効果がこうスポーツクラブが地域にあるとそういう存在価値があるって言われてるんですけど一方で え本当にさっきの公民連携の話に戻るんですけどこの大阪って結構この公民連携は結構進んでいると思っていてこの公民連携をしていかないとこう地域が抱えている課題をこう解決していくことって本当に難しいなっていうのが実際に感じていることですなので僕らのスポーツの領域でいけば例えばえサッカークラブが地域にあるだけで少年たちが サッカーをやるようになって我々が教えることによってうまくなって子どもたちがこうスポーツの力が上がっていくっていうのは想像できるんですけど一方でえ街づくりに関して僕らがこうスポーツ施設の工場だったりとかいろんな街づくりに手をかけたとしてもサッカークラブだけでできることって非常に限られていてそこに例えばですけどデベロッパーさんもそうですしいろんな企業さんがまあ地域と連携して。 いろんなものを作り上げていかない限りこうちづくりってこう成立していかないなっていうのはすごく感じていてその中でも例えば行政が抱えている課題え企業が抱えている課題それらをこうミックスアップする間に立つ人間がいないと多分双方が何て言ったらいいんでしょう地域はこうしていきたいけどなんか やれないみたいなこともたくさんあるし一方で企業はこれがしたいけどこれは協力できひんみたいな,なんかそういうそれぞれの思いがそれぞれあってそこをなんかうまく双方がウィンウィンになるような活動を取り組んでいくような仕組みが今は大阪府さんって山川さん中心にやられていらっしゃるんですけどなんかそれをサッカークラブがこう間に入ってもうちょっと円滑にしていきながら双方の声を聞きつつ 地域をこう良くしていくっていう課題解決に向けて取り組んでいけたらなというふうには思ってます。ありがとうございます。やっぱりこのまあ、サッカークラブということでまあ、地域ですとか、まあ、あるいはこの周辺の方々からそれだけでもこうすごいいろんな期待をまされている中でまあまさにあのキーワードとしてこう公民連携っていうのを挙げていただきましたけど、はい、そういったあのいろんなご連携をされることで。 まあ,ある種こうその期待を上回るみたいなそう,です、ね、そういった取り組みをされているというふうに理解いたしました、はい、ありがとうございますあのちょっと視点を変えましてですねあのまあ学生との取り組みといったところであの大坪さんにお伺いしたいんですけども、まあ、先ほどもあの取り組み時でいくつかご紹介いただいたんですけども学生と一緒にこうまあ地域課題の解決ですとかそういったものにこう取り組まれている例みたいなものがありましたらお話しいただいてもよろしいですか はい、そうですねあの、まあ、学生って、ね、やはりかなりこうパワフルな力を持っておりましてですね例えばの話ですけれどもあの我々あの兵庫県の中で例えば丹波市なんかとも、まあ、連携協定を結んだりしてるんですけれどもその中でですねやはり少子高齢化の中で学校が廃校になっていくと小学校なんかが廃校になっていってですね統合されていくというふうなこと。 でそうすると子どもたちを集めるのにどうするかというとスクールバスでの運行で,です、ね、子どもたちを通わせるとで。途端に子どもたちの体力がなくなってきますねというふうな話があるんですよね。じゃあどうするかというこというね相談がありましてじゃあ学生たちがですね「硬貨を使ったダンスそれの振り付けしましょうと」とそれを各学校に教えていきましょうというようなことで「硬貨ダンス」っていうのをですね作ったりして。 えまあ子どもたちの運動の足しにしてもらうというふうなことをしたりですねそれから兵庫県の淡路島で,です洲本市としてもまあ協定結んでるんですけれどもそこで菜種があるんですけれどもじゃその菜種油を使ってですね例えば石鹸作ったりとかなんかそういったことできませんかねというようなことでですねまあこれもまあ協定の中からそういったものを生んでいこうということをしています。 からあとですね、まあ、日々の活動といいますと、まあ、これは必ずしも学生ということではないんですけれども、まあ、地域の方々の健康を見守るというふうなことでですね健康相談なんかを 看護学部の教員がま年に何回かですね地域に出かけて行ってやったりしているでかなりそこでですね。まあ、個人的なことを話し込んで、いろんな相談をしたりするような人もいらっしゃるというようなことも聞いています。 とというふうふなことで,です、ね、私ども、まあ、先ほど言いましたように、まあ、特に健康というふうなことに絡むいろんな学問分野で,です、ね、学生たち教員たちがそれぞれに活動してです、ねまあ、その地域を盛り立てていると地域の支えになんとかなろうというふうなことを考えています。ありがととうございますす、まあ、市ですとか とはあと淡路島の相撲と、まあ、非常にこう広域にわたって、まあ、いろんな活動をされているんだなというのを改めて思ったんですけどもちょっともう少しは共いしたんですけどもそういった丹波士さんとかとこう取り組みをされているときに、まあそのまあ、大学ですとか、まあ、学生さんとかそういった目線でこう特に心がけていらっしゃることとかって何かかあったりするんでしょうかあの心がけていることと言いますよりも、まあ、大変困っていること。 であの幸いに今丹波市さんとか洲本ツさんはあお金を出して頂い,いてましてですね学生の交通費程度はあいただけることになってるんですけれどもそういうあのいろんな地域に出かけていって活動学生が活動するときにですねその交通費どうしてくれるんだというふうなところがございましてですねその辺が悩みでございますね今ね。あ、はい、ありがととうございますす <laughs> 先ほどかからででねあのまあ公民連携であるとか あるいは三感学連携みたいなキーワードをいただいているんですけども、先ほどの第1部と同様に、でさまざまなセクターとの連携といったところでお話をお伺いしたいと思うんですけども、近藤さんと大沢さんには、ちょっと先ほど、いろいろとすでにお話しいただいたので、藤原さんにまずお伺いできればと思うんですけども、観光といっても、ですね旅行者だけじゃなくて、地域に、 住んでいる方ですとか、街にいらっしゃる方々にこう理解してもらって、かつその方々にこう関わってもらうことで成り立っているものだというふうに理解しているんですけれども、そういった観点でこう、まあ、連携されている事例ですとか、あるいはこう今後、どういうふうな連携をこう取り組んでいかれたいとか、そのあたりのお考えありましたらお伺いできますでしょうか。はい、えっと あの道頓堀商店会様、あのーと,えー、といろんな情報交換というか、まあ、月1回の役員会とか等々にもあの私参加をさせていただきましていろんな情報交換をさせていただいています。で、えー、と今回ですねあの9月にオープンしましたピボットベースっていう韓国交流拠点なんですけども非常にあの地元の方々からも期待を頂い,いてまして、えー、いろんな意味でそのインバウンドが 2019年あふれかえってドートボールが混み合ったっていう時代もあったと思うんですけどやっぱりいろんな問題があったんですねあの例えばゴミがあの散乱するとか言葉がわからないとかいろんなあの言語をしゃべる方がということでいろんな対応があの遅れたっていうところがありました。で今回あのトラベルルコンシェルジュとといいううことで,です、ね、あの観光の案内書というあの 側面もあの持ち合わせてまして、まあ,あのカフェとかえっとパブっていうようなそういったあの側面もあるんですけど、えっと、観光の方がたくさん訪れて、えっと、そこであのいろんな情報を得ることができる、まあ、あの事前に調べた情報だけではなくてさ、えっと、まざまなディバイスも用意してるんですけど、えっと、SNS のサイネージ DNP さんにご提供いただいてるやつだと思うんですが SNS、えっと、まあ SN S、まあ 視覚でですねあの写真で、えー、っと観光情報自分の気に入ったものをタップするとその情報をスマホで持って帰っていただけるとかですねあの今までにない、えーっとまあ、私も初めてだったんですけど今の若い方はもうググらないっていうことで。 あの聞きまして、えー、そうなんですかっていうお話もしたんですけど、まあ、いろんなあのデバイスあの先ほどのテクノロジーのお話ありましたけど、えー、とそういったものを活用して、まあ、新しい見せ方ができて、えーとまあ、あのそのデータをですねあのピボットベースではあの取っていこうと,、えー、と。タッチセンサーでありますとか解析カメラであの旅行者の行動を、えー データ化をしてていってます、まあ、これはさまざま今後です、ね、いろんな観光地においてあのデータとしてえと価値を生むかなということでやっておりますのでまたあの一度あの恵比寿橋から東にえ100メートルのないところにございますのでまだあのお越しになった際はこれからさらにこうインバウンドの回復が進んでいくというところで非常に楽しみだなと思いました。 次に近藤さんの方から先ほども触れていただいたんですが、はいはい、追加のところとかもしございましたらお願いでできますでしょうか、えっと、我々がこの万博のことについて関わることが多くなったきっかけが先ほどから申し上げているとおり2018年に大阪府さんと包括連携協定をしたのがきっかけでそこの包括連携協定の内容の中に、えー、万博の機運醸成っていうのが含まれておりまして。 まあ実際にはそこから万博のテーマが SDGs でありいろんなことがあって2022年今年ですかねにえと万博推進室さんともお連携協定を結ばさせていただいて主にはあの我々のホームゲームの試合会場であのちょうど11月20日もチームエキスポの万博の,あの発表を来て選手が入場して吉村知事にも来ていただいて。 万博の活動の話とかいろいろさせていただいたりとかあのブースでいろんな発信をしてもらったりとか、まあ、そういうことを現状はしています。で加えてほか、えー、の,の市町村ベースでいくと「氾南市さん」っていう詩があるんですけど阪南市さんでは、えー、海がありますんで海のゴミ拾い サッカー教室をした後に海のゴミ拾いをみんなでするみたいなところであの海をきれいにとか、まあ、いろんなテーマがありますんでそういったものをこう普通であれば掃除をしてない子どもたちっては失礼なんかなあの <laughs> サッカーで集まってくれた子たちがあのそういう社会貢献にも貢献するっていうような形のスポーツと SDGs を絡めたような活動も日々している形ですかね。はい なるほど、ありがとうございます。最後に大坪さんの方にもお伺いしたいんですが先ほど市との連携みたいなところをお話ししたいんですけども企業との連携みたいなところでもし何か取り組まれていることとかありましたら伺えますでしょうか。 そうですねあの私どもはあの阪神電鉄の沿線にございますんで阪神電鉄さんと一緒にですね取り組んでいることもございますしあの阪神電鉄さんとそれから西宮市それから我々の大学のすぐ近くにありますららぽーとこれはあの三井不動産なんですけれどもそれから本学あの4社でですね、えー、っとこの甲子園地域をですねスポーツで盛り上げる競技会っていうのを作っておりましてですね でそういう中で、まあ一つはそのスポーツの指導者みたいなものをまあ、育成していこうというふうなことと、それからそのそういうスポーツを含めてこの甲子園地域をですね、もっと盛り上げていけないかというふうなことをやっています。でそういう中で、まあ、学生たちがこういろんなイベントに呼ばれて出かけて行ってですね、パフォーマンスをしたりというふうなことですとか、まあまそういったことがあるのが一つですね。それと。 あのそうですねえ地域の中でですねえ、まあ、これからのことではあるんですけれども実はあの本学があります地域がですね海と川に近い向こう側と、まあ、あの瀬戸内海側に非常に近い地域にございましてですね えー、地震が起きた時に津波が来たらどうするんだというふうな話でございましてですねでそのためにまあ防災勉強会しましょうというふうなことがあるんですけれどもその時に、まあ、あのもしそういうふうなことで本学に避難してきて、えー、来た人たちをどうやって、えーまあ、支援するかというようなことでこれ学生たちの力がやっぱりかなり期待されているということがございます。 現実にそれが起こっていませんのでですね、まだそういう事態には立ち至っていないんですけれども、まあ,あの地域の中からはそういう期待ですね、これはかなりあるというようなことがございます。ありがとうございます。あの皆さんの方からですね、まさにこう官民連携でま事業者間連携、地域連携。 それから産学連携とはもうこうあらゆるセクターとの連携についていろんなお話が伺えたかなと思います。であの最後なんですがあの第1部と同様にですねあの今日の皆さんのお話を踏まえましてバンパを通じてま同行レガシーを大阪,大阪関西の街に残していきたい。 いきたいかと皆さんのこう思い描く大阪・関西の未来なんかについて個人的な思いで構いませんので一言ずついいいいたただければと思まますすでは近藤さんからお願し万博に期待することとして、えー、っとやっぱり全世界の方々が来られる予定なので実はこのサッカーっていうスポーツが世界的に見ると一番加盟 FIFA という組織は一番こう加盟国が多いスポーツでしてなので。 挨拶するよりも先にボール1個あって一緒に蹴ったらみんなが盛り上がるっていうぐらい世界では結構ポピュラーなスポーツになりますんで世界中から来られた方とボール1つで何かこうコミュニケーションが取れるような世界観がこの万博でも行われたら僕は個人的に嬉しいなと思いますし実際にこの万博が行われたあとその後に。 人々が喜んでもらえるようなこう世界観が大阪に残っていることを僕も望んでいるのでこの万博だけにわってなるんじゃなくてその万博アフター万博っていうんですかねアフター万博でこうしっかりと市民の方々含めて大阪が盛り上がるような形が作れたらなと思っていまますす、はい、ありがとうございます次に藤原さんもお願いできますか。はい 万博目指してということで道頓堀のナイトカルチャー創造協議会でも、まあ、ビジョンというのをちょっとコロナ禍の際にちょっと作りました。でこちらがあのミックスドカルチャーミックスドピープルミックスドリアリティということで、えっと、先ほどちょっと1枚目のシートにはあの書かせてもらってたんですけど。 さまざあまな変化を恐れずにまああの偶発性に富んだ大阪でいろんな方々関係人口を増やしながら人と人が混ざり合うみたいなそういったあのイメージをあのちょっと表現した言葉になってます。今後あの万博が実施されましてもちろんあの先には大阪 IR 含めていろんなあの関西での,あのまあ目指すところっていうのが出てくると思うんですけどまあ,みあの、まあ 私たちもそうなんですけどあの、まあ、皆さんが目指すところがいろんな価値があの出てきてですねそれがまあ変化しながらあの、まあ、レガシーとして残っていくというようなそんなイメージをしてます。で、えーっとまあ、個人的に言いますとあとまあ大阪特有の,です、ね、あの文化とか芸能とか、えー、っとそういったものですねそういったものも何らか まあ残していくっていうようなこともあのやっていかないといけないなというふうには思います。ありがとうございました。じゃあの最後に大坪さんの方からもお願いいたします。はい、そうですね。まああの万博のレガシーというよりもですね、実はあのこのコロナ禍で。 えー、学生も含めて若い人たちのコミュニケーションに関する感覚っていうのがかなり変わってきたんではないかなというふうに実は感じてましてですね例えばですね授業を受けるにしても実は授業はあの遠隔もデュアルでやったりしてますとですね教室の中に入らずに外でパソコンを開いて授業を受けてるっていうような学生が出てきたりとかですねあるいはその <laughs>。 先日本学の近くにありますあの向川団地という大規模団地があるんですけれどもそこで夏,夏にですね3年ぶりに夏祭りが開催されたと。で子どもたちにですねその夏祭り3年ぶりの夏祭りどうだったっていうふうなことをアンケート調査したんですけれどもその中で友達を誘ってきたとかですねあるいは友達と会ったとかいうふうなのが非常に少ないんですよね実は。でそういういうリアルで,で 友達ととかか一緒に楽しむとかですねそういったことがひょっとしたら子どもたちの何か,か規制を受けてた中で少なくなってきてるんじゃないかなというふうに感じてましてそういったものをですねこの万博なんかを機会としていろんな国の人たちと一緒にこう話し合うあるいは楽しむというふうなことがもっと盛り上がっていってくれるとそれがこう次々とつながっていっていってくれればいいかなというふうに思ったりしています。はい 私個人としてもですね、まあ、こ,うこうやって万博に向けて醸成していくまさにこのチームエキスポであったりですとかあるいはその、まあ、枠組みを超えたき、まあ、今日いろいろ連携のお話いただきましたけどもそういったあの連携といったムーブメントがですね、まあ、万博回帰後の大阪関西の街にこうある種の文化として根付いていって先ほどあのと友達の話ございましたけども自然とこうみ,んなみんなが集まって ワいがいじゃないですけどもいろいろこう話をしてそこからもう新たな連携が生まれていくみたいなあのそういった世界観ができてくるとすごい嬉しいなと思いますし、まあ、そこに向けてこう足元、まあ、今からできることを、まあ、ぜひ皆さんと一緒にこれからも取り組んでいきたいなと思っておりますではですねあのお時間が来てしまいましたので、まあ、第2部のパネルディスカッションはこれであの終了とさせていただきたいと思います。あのパネととししお話しいいたたただきまま皆さんどううもあありがとうござ 皆様ありがとうございました。第1部、第2部にも連携や競争というキーワードがありましたが、これは今回の大阪関西万博のコンセプトの一つでもありますし、チームエキスポの活動そのものでもありますね。こういったチームエキスポの活動から大阪の街をさらに2025年に向けて盛り上げていければなと思います。こちらでパネルディスカッションは以上となります。ありがとうございました。 さて最後は博覧会協会高槻様よりお話しいただきますお願いいたしますはい皆さんこんにちは、えー、公益社団法人2025年日本日本国際博覧会協会の高槻でございますあの私からはですねあのタイトルにあります通りチームエキスポ2025ミーティングというイベントのご案内をさせていただきたいと思うんですけれどもその前にですね今回のイベントもそうなんですけれどもあのチームエキスポ2025プログラムの今 えと現状について、ちょっと触りをちょっとえ直近の登録状況というところを少しだけご説明させてください。チームエキスポ2025プログラム、参画方法としてあのアクションである競争チャレンジと、そのようサポートしてくださる競争パートナー、この2種類があるわけですけれども、左側のエントリー推移にある通りですねえとおり、上側が競争チャレンジということで、今、 10月末で763件ですね、競争パートナーは252件ということで、まあ、合わせれば1000件強ということで、毎月毎月、あのいろんな皆様、多様な皆様にあのご登録、申請をしていただいて、このように推移しているということで、これをどんどんあの私たちもあの増やしていきたい、仲間を増やしていきたいという思いで、えっと、やっているところでございます。であとあのもう一つあのイベントのののご案内の前にですね今日のテーマ に関す,るですね他の,あの競争チャレンジだったり競争パートナーの取り組みについていくつかちょっと紹介をさせていただきたいというところでございますえ例えばなんですけども JR ウエストラボというこのタイトルで競争チャレンジ登録いただいています西日本旅客鉄道株式会社様えこちらについてはですねえっと今開発の梅北駅をあのイノベーションの実験所 JR ウエストラボの中心と位置づけて さまざまな競争の中で、えっと、オープンイノベーションを加速させていこうという、まあ、壮大な取り組みをあの、えー、構想、えー、されています。であのえー、と文字でいろいろ言うよりもです、ね、あの実際のイメージといいますかこんな姿、こんな未来を目指してますという動画を作られてますのでもしあの、えー、ご興味、ご関心ある方いらっしゃいましたらです、ね、お時間の時にぜひ一度ご覧いただきたいなと思っています。 あるいはです、ね、もう一つ、一般社団法人南御堂筋の会というところは、えー、南御堂筋を中心としたウォーカブルな街路空間の活用と魅力コンテンツの発信による人間中心の未来社会の実現という取り組みを登録いただいております。こちらはです、ね、御堂筋の沿道の,あのビルのオーナーの方々が会員となって、えー、発起人となって取り組みを進められていまして、 海外の魅力的な沿道だったり文化みたいなものをベンチマークにしながら、ですね外路空間の創造的な活用ということと、魅力コンテンツの創造発信という、その二軸両輪で、ですねこの地域のエリアバリューのを高めていくというようなところを、いろいろと取り組みを進めておられるというそうな取り組みでございます。 または、ですね脱走システムズ株式会社様バーチャルツインによる持続可能な世界の実現ということであの万博の方もですねいわゆるリアル会場とデジタルツインのバーチャル会場みたいなことを言っておりますけれどもこちらの企業様デジタルツインの概念を一歩進めたバーチャルツインで工場の制裁ラインから都市の交通、防災エネルギーその他いろんなこの複雑なシステムをバーチャルでモデル化すると。 ということで、精緻な、リアル、以上にリアルな精緻なモデルで、機能シミュレーションをすることで、試作だったり、テストだったりするものを最小化することができるといったことで,で、持続可能な都市計画とか、地域開発を目指すような自治体というか、ものづくり DX といったものに取り組む企業様だったり、自治体様などの活動をサポートできるというようなことを取り組みとして、登録いただいております。 その横は、先ほどもあのラストワンマイルみたいなお話もあのディスカッションの中でもあったかと思うんですけれどもグリーンスローモビリティというえと電動車ですね共用の電動車を使ってえ例えば高齢者が多い地域で高齢者の交通の足にするとかああいったようなところのまずは運用実証といいますか実証運行なんかのサポートをされるということでよくあのチームエキスポの,あのイベント投稿欄にもですね 市場イベントみたいなことでよく登録して開催をしていただいたりするような取り組みをされておりますあとは今回の競争パートナーとか競争チャレンジの皆様とも協業されておられますかね大阪観光局様ですね次世代の観光創出プロジェクトということで消費する観光から作り育て守る観光へというところで 右側に競争パートナーとの協業だったり競争チャレンジのサポートだったりということで登録いただいているいろんな取り組みをちょっと列記しているんですけども載せきれてないんですけれどもこういう形でさまざまな形で連携をしていただいているというふうな積極的な活動をしていただいている競争パートナー様でいらっしゃいますあるいはですねこれ、亀岡市さんと載せているのは全部競争チャレンジなんですけれども あの地域の方々といいいろんな分野で連携ををしてて競争チャレンジを登録いただいております例えば亀岡霧の芸術祭っていうこれはあの名前だけからするとアートイベントみたいな形ですけどもそうでなくて地域の課題解決をテーマとしてみんなで一緒にこう課題解決に取り組むという、まあ、通年の活動ということでされているといったような取り組みを登録いただいてたりします。 はい、そういう形であの街づくりに取り組まれているという登録をいただいております。というふうにですね、あのいろんなあのところで、えー、と今日のテーマに関わるような活動というものも、あのその他さまざま取り組みを、えー、と登録をいただいているチームエキストのプログラムであるというところでございます。で、あのえー、とディスカッションでも今回あの、テーマを絞って関係する皆様にご登壇いただきまして、あのいろいろと興味深いあの ディスカッションを展開していただいたんですけれどもあの私たちもです、ね、あの今あの冒頭申しましたあの1000件を超える取り組み登録をいただいている中でこれから先ですねあの登録していただいたはいいんですけれどもその後プログラムに参加して以降のつながりというか結びつき新たな競争みたいなところをどうやったらこう生み出せるのかということを課題認識として思っている中で例えばテーマっていうところを 一つ観点として持つというのはどうなのかなということを思っています、まあえー、言ってみればなんか同じ番号似たような番号とか、えー、名札とかそういったところでグルーピングしていく方がもしかすると、えー、より会話がしやすくなったりつながりやすくなったりそういうことが起こるんではないかというようなことを考えていたわけですでそのこともあってですね チーームエキスポ2025ミーティングを開催することを決定しておりますでこの紹介をさせていただきたいんですけれども、まあ、その中でも今申しましたあのどうやってつながりをつくるかっていうようなことも課題認識として持ちながら、えっと、イベントの中身を今集めているところでございまして。 平日になりますが12月の15日の木曜日10時半からもう1日がかりでイベントをするということでこれが年内最後のイベントになるとともにチームエキスポの協会主催のイベントということでは過去最大規模というところで開催をしたいというふうに思っていますであの内容については一、ね、つは協会側からの今後のプログラムについての説明会 それと交流というところで発表をしていただいたり交流の場を設けたりブースも出展していただくような形してますので競争パートナーの皆様による活動紹介みたいなことも計画しておりますというところでございまして、はいであのえー、と今回は3つ大きくは思っているところなんですけどもまずは説明会として協会から あのチームエキスポのプログラムだったり競争事業というものについてですねあの今後25年までの間のどういったことをやっていくのかどういったことをしたいのか目標として思っていることはどういうことなのかえというところをですね道筋の部分をあの皆様にあのご説明させていただくということを1つ思っているということとそれから競争というところであのすでに実践されている方々 についてご登壇いただいてですね活動内容について発表していただくというか皆さんにこんなことが競争なんだということを見せていただくということをもう一つ思っているそれとリアル会場でのイベントということなのでせっかく集まっていただきますので皆さんで交流をしていただくこの3つを柱にイベントを取り組みをしたいというふうに考えております。はい で場所についてはクイントブリッジこちらの JR 京阪地下鉄いずれも京橋駅から徒歩約5分から10分ぐらいの距離にあります NTT 西日本さんの敷地内にある施設クイントブリッジで開催をするとこちらの1階のフロアを使って開催をしたいというふうに考えております。はい であのえっと、内容、これは、まあ、細かくすぎてあれなんですけれども、えっと、プログラムとしては先ほど申し上げました3つのことを、えー、この中で展開していこうというふうに思っておるんですけれども、えっと、今回、ですね、えっと、この今、イベントについては、収録配信ということで、えー と開催させていただいているんですけれども、えこの参加申し込み自体はですね、あのちょっと10月末で一旦あの締め切りをするということになってまして、えっとこれを見ていただいたときにですね、あの申し込みできるかというと、えっとオフィシャルにはちょっとそれは。 難しいと申し上げざるを得ないんですけれどもただあの、イベントとしてはあのオープンなイベントにしてましてあの当日でしょう、えっと、クイントブリッジの正会員の方々は別に普通にあの入ってこれる締め切ったクローズなイベントではありませんのでということだけ申し上げますのとあとあの、イベントの、えっと、内容については今回リアルイベントということで。あのえー 申し込み申請をしていただいて入っていただいた方に向けてということにはなるんですけれどもあの収録してですね映像については後日できるだけ速やかにあの配信をして皆さんに見ていただきたいなと思っています特にあの今後チームエキスポのプログラムどうするのというところは様々な方からあのご質問を頂戴しているところでございますのであの特にあの皆さんご関心があるところだと思ってますのでできる限ぎりすべてをすべて、えっと 答えしきれるかどうかというところはあるんですけれども、あの今、考えている部分をあの包み隠さずお示しできたらなと思っていますので、えー、ご監視いただければと思っています。あとあ、のその、えー、とプログラムを一番最後に書いているんですこのイベントは17時で一旦は終了なんですけれども、17時30分頃から予定していますけれども、えっ、ー、と、なんだ、えー、と競争チャレンジのデモエキスポさんにご協力をいただきまして、 協会主催とはいかないんですがデモエキスポさん主催であの交流会、えー、とエキスポ酒場といつもしていただいているんですけどもそれをあのこの同じ会場で開催したいと思ってましてあの当然ながら食品も全員チームエキスポに関わる人間は出席ということであの局長以下出ますし。えーと ステージ発表される方とかブース発表される方などもできる限りこれに参加表明していただいてますのであのぜひとも皆さんにもちょっとこちらにもご参加いただいて、まあ、少しお酒が入った中で本音のトークみたいなところでさらに、えーと 対話といいますか交流みたいなことを進めていただけたらなと思ってますので、えー、よろしくお願いします。これあの PTX でタイトルつながえエクスクラメーションマークエキスポ大坂つかね大阪場大坂ということで、えー、検索していただけますとあのありますのでこれ有料イベントにはなるんですけれどもあのぜひともあのご参加いただけたらなと思っているところでございます。 はい、あの非常に早口になりましたけれども、あの以上、えーと、イベントのご案内をさせていただきました。でチームエキスポについては、のこれからもずっとあの登録の,あの募集は続けておりますので、ぜひとも、えー、さらなる競争ということで、えーと、ご参加いただけたらなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 皆様いかがでしたでしょうか本日はミューイク関西より未来社会のまちづくりをテーマにお届けしました本日のイベントが2025年大阪関西万博に向けた競争活動のさらなる後押しになれば幸いです博覧会協会によるお知らせがありました通り12月15日にチームエキスポ2025ミーティングが開催されます また次回の「ハローチームエキスポ2 0 2 5ミーティングは詳細が決まりましたらご案内させていただきますチームエキスポの活動からさらに万博を盛り上げていきましょうそれでは第10回「ハローチームエキスポ2 0 2 5ミーティングはこちらで終了させていただきますご視聴くださった皆様ご登壇くださった皆様本日は本当にありがとうございました